どうもこんにちは、前回に引き続きましてお事件総集編をお送りします。本来はですね後編のはずでしたが、あまりに長いので中編とさせていただきました。それではどうぞ。お三人の関係っていうのはどうなんですか。元と俺は元と友達は、うん、これはやけ、うん、サバゲズつながり、うん、あーサバゲズ、もうなんだかんだ顔見てから30年以上になるんじゃね。もう8年ぐらいじゃないですか。絶対おる。昨日なんかツイッターかなんかで、あ、キャンピングカー映っちゃったらしいけ、絶対おるなって。そうなんですよ。僕かな、もしかして。あ、多分そうです。え、ユキさん。あ、そうです。あ、はじめまして。夕飯すっげえおごったの。いや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 。俺あれ買おうと思ってるんだ。色違いがあるって、何色かあるっていうから。5、6色ありますよ、本当に。ナウシカ的な。あ、ナウシカ。完全に虫使い虫使い言われてます。一回あのオイルヒーターか、ね、うん、買って使いよって電気代にびっくりしたことがある。あれデロンギだっけ、じゃないデロンギを買ったらびっくりした値段、えって電気代がこんな上がるんですか、うん、3,000円ぐらい上がったんじゃないか、びっくりしたよ。何日か続いてはみたいな。あ、何日かですか。あの1ヶ月で、ああ1ヶ月3,000円って結構よね。太いよね。しかも1人だし、そう1人だし、やかましいもう1回言います、1人だしよし、これでさっきの帰りが返したよし、えい、俺好きで一人で俺さぐれたキャンプする人って大体があの言うてあるけど、結構オタッキーな人が多いから。多いですよね。アニメにしろそういうエアが好きだったりとか。ここでもどれも被らんじゃないですか。かぶっちゃう。なんで知ってるんですかピーよ、ピー絶対なんか使われそうな気がする今の。ちょっとやめて。あのP入るってところは使えますから。ちょっとやめて。ちょっとやめて。そう。男ならわかる会話。ひどい。ひどい。ひどい。会話が下品すぎる。下品極まりないよ。日は高いよ。い大丈夫、もう3本目ね。2本の。俺まだ1本目だもん。俺3本目です。飲んでるから大丈夫。いや、俺飲んでないから。テント張る前に全部飲みそうよね、これ。大丈夫、自分のテント張ってないね。会議になってくるよ。自分のテント割れるね、今の P じゃね、もう。全部 P ですよ。ひどい。ひどい。ひどい。誰そんなひどい。下ネタバリバリ。勘弁して。俺酔ってないんじゃけ。自分のサーカスキシーが張った。デラックス、デラックス。ちょっと届かんかも。絶対使えんからやめて。もうピー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 で何言うかさっぱりわからん。折れてもいけんしね。ひどい。折れてもいけんし。中で結露してもいけんし。お前、2回かよ。自虐ネタです、自虐ネタ。今掘り下げて中が結露するとか言い始めたらこの人ですけど、ね、もうほっとくこいじゃん。中で結露とかさ、そんなどしついことじゃなくて、じゃあかぶしちゃったらええんよ。さっきのは返せよおめえ。見てないとでもだ、お間違い。いや、いつ突っ込むかなと。さあ頑張れ頑張れ。誰に言っとんの。え、いや、なんでもないですよ。あの、ストーブに行ってます今。あ、ストーブによる。出せ。すいません、お財布の中これだけしかないんです。飛んでみろって言われる。チャリン。あるじゃねえか。そんな昭和なことあります。昭和の。はい、今広島から来られたんだけどね、あの YouTube を見てね。あ、どうもありがとうございます。ここのこと知ってね。あ、はい、わざわざよ。わざわざ本当にありがとうございます。YouTube に出とって。YouTube に出とって。多分夜寒いよねえ、うん、なんか焚き火すら別にいらないんじゃないかと思い始めましたね。いや、だってこの中の方があったかいですもん、多分。中で酔っ払って終了っていう感じじゃないの。ねえ、
キャンプ動画イコールなんか焚き火があるみたいなのがあるんですけど、いや別にね、いらないだったらやらんでもいいと思うけどね。そうそう、いらない時はいらないと思うんですよね。だって夏でもみんな無理して焚き火しよるじゃん、暑いのにやってる人いますね。ご苦労残ってると思うもん。確かに、まあ見た目はいいんですけど、見た目いいけど絶対暑いから、うん、もうキャンプで言うと焚き火がなんかついてセットみたいな感覚がそうっすね、許される。俺めんどくさかったら一切やらんもん焚き火。いや俺もやんないですね。あ、靴下に穴が開いてる。あ、そうなんや。気づいたよ、あれ穴開いてるしみたいな。俺のサーカス TC はないな。ぶり返すようであれですけど、ぶり返したね、また、はい、ぶり返すようであれですけど。お言葉ですがっていう。お言葉ですが。ついた、この手前の木につきました。そっちじゃないんだけどな。これでやろう。パツ1ですね、うん、やっぱ先が長くないとね、また変な話になってやめてくださいやめてくださいよ。やめてくださいよ、そういうなんか18禁ネタは。カット部分が多すぎますよ。まだ一応日は昇ってますからね。まだね、ちょっと明るいね。これが上の人が上におるって、俺も中から一切出んかったけど、ね、引きこもってくる。で俺がなんかビデオ見よるけ声かけんかったとかですね。ああ。そこで気絶しちゃったんだけどね。なるほど。飲みすぎて。ビデオばっかり見てるからと。いや違うし。またそっち。今日多分こういう日ですよきっと、うん。こういう日、うんうん。これを作ったあの人が悪い。ああ。原因は、ね。原因はもう帰った人が悪い。うん、原因を作った F 氏が悪い、ね。F 氏が悪い。うん、俺はその気は全然なかったのに、うん、引っ張る引っ張るね。引っ張るけね、あの話題で。これでもやっぱガラス窓がないと分かりづらいですね。分かりづらいね、燃えちゃうか燃えてないか、うん、ちょっと厳しいね。この下の木が見えればあれかもしれないですけど、うん、そうそう、暗くなってくると見えるけど、はいはいはい、明るいうちって分かんない、ね、ついちゃうかこれみたいな。ん、出ちゃう、星がそこに。あ、星出ちゃう。あと向こうにも出てます。出ちゃう出ちゃう。これ月明かりが沈んでくれたらもっとかなるかもですね。UFO 出てこないから。出んじゃろ。早っ。俺の夢を潰すの早っ。多分あの人工衛星だよね。夢がないな。なかなかでも自分であれよね、料理する人もね。そうそうそう。うん、めんどくさいからね。めんどくさいよね。やっぱキャンプの料理になったら簡単なものになってきちゃいますもんね。そうそうそう、すぐできるもんね。うん、刺身とか。そう、刺身。刺身とかの、か、あの何、唐揚げとか缶詰とか。そうっすよね。そう、絶対そうなるよね。もう一個食べていいですかこれ。あ、田上さん、遠慮せんじゃない。これうまいわ。食うために作ったんだけど、何のために作ったかようわからん。うまいじゃろ、酸っぱくてちょっと。いや、これあと硬い肉ダメなんですけど、これホロホロでうまいですよ。これ子供も食えるけね。じゃあちょっといただきます。うん、ええ匂いじゃない。これうまい。家でいつも食べてる味だ。それを言っちゃおしね。外で食べるとうまいね。家で食べる味。外で食べたらうまいですよ、確かに。、うん、実写版のあれ見た。オープニングから最初の、うん、あのオープニングソングが始まるじゃないですか、うん、あそこでもうギブアップしました。もう俺もした。漫画をアニメにするとか、うん、アニメを実写化するっていうのは、うん、ハードルが高いから、もちろんやっぱりいいことになるのがなくて。そう、多分若くて可愛い子だったら誰が出てても、うん、だったらとにかく何でもええんかいみたいなのがあって、あれって俺違うと思うんですよね。アニメがヒットしたからドラマってイコールになかなか俺らは許されんのだけどね、ちょっと。いや、でもなぜか〇だけは許されてるから、うん、あれ俺絶対違うと思うんですよね、うん、あれみんな評価高いじゃん。そうなんですよ。で、俺ツイートでそれとなく言ったら、それとなく言ったことに対して誰もね、反応してくんないんですよ。あ、じゃあもうそういうタイプは無視なんだね。いや、ちょっとこれないよねって俺は思った。いや、俺もそうやって思ったんですよね、うん、どう見たって大人ばっかりじゃないですか。そう、無理があるよね。いや、あれは絶対無理があるんですよね。それを高校生に見ろっていう方がちょっと難しい。そうで、でも評価高いんですよね。あれなんだかね、あの〇〇じゃからなんかもしれないね。〇だからだと思いますけどね、うん。
はい、ストラパッツァータが出来上がりました。いただきます。いただきます。食べていいですか？どうぞ。本当ですか？うん、そうだろ。あんまり味がない。ガチの反応ですかそれ？ガチの反応。初めてあの3人でキャンプさせてもらった時もずっとこんな感じでしたからね、最初から。あの時も牡蠣かなんかやってませんでしたっけ？あれ牡蠣やったっけ？牡蠣だったっけ？何か役やったか、貝をやりましたよね。何かやったか覚えてないんだけど、熱くないとかって言いながら俺が熱いとかってやったの。サザエでしたっけ？サザエじゃない？サザエか。誰も覚えてないか。いやもう忘却の彼方だな。前半からすっ飛ばす系飲んで忘れるよね。で、うん、あれ1年前だもんね。1年前ですね。1年半ぐらい前。昨日の夕飯すら覚えてないんだけど。そうよ、前の動画でもそうよね。2人、あれ昼何食ったっけって2人で話してる。これもしかしたらですけど、あのなんもしかタコスの皮あるじゃないですか、うん、あれとかに包んでも多分うまそうな感じします。うまいね、絶対ね。何にしますよ、何なんだってって、そこ使う。いやいや、ちくしょうちょうどいいぐらいにこれがグッと動いたから、ちくしょう、それとかじゃなくて、そっちの方が気になって落ちるんじゃないかっていう。っていう会話ずっとするんです。疲れたら休んでください。いやいや、もう、これがずっと続くんですよ、ずっと。それまだ1時やから、ね、動画作る人が一番大変と思う。ほんまですよ。ほんまですよ。ふもとっぱら行きたいねって2人で話がする。いつかはふもとっぱら行こうよ、ね。僕行ったんですけど。行った？あ、行っちゃった。すげえ。ものすっげえ広いっすよ。おー。気にならんぐらい、もう離れたら。もうそれ、だって富士山がバコンって見えるんで。テントで埋め尽くされた上に富士山。あー。今日でも、天幕率高くないですか？天幕。そんなお金も散るんですか？お前もじゃ。天幕の展示場みたいな。ねえ、展示場みたいな、ほんま。いや、今日俺本当は、早く来たのも、あの、テント張るんだったら、張るとこ取らせてもらおうと思ったんですよ。大丈夫、このお父さん明日やってくれてる。また張るんかい。朝やるの辛いっすね。辛い。朝もうね、もう散々飲んじゃるけ、次の日辛いよね。もう朝もサーカス立てられんし。出た、ダブル始まったの。パンダぐらいだったら立つのよ。パンダぐらいならいけるかもしれないね。今日日本酒あと3本あるけ、ね。今日しかもここからあと10時間ぐらいありますから、ね。いや、今日はあと10時間ですけど。今日はあと10時間。明日11時まで。危険だろう。大丈夫です。500円出したら、デイで夕方まで入れる。俺、あんまり下ネタ言わないように気をつけてるんですけど。そう言うな。ストレートなら言うてないですよ。あんまりストレートで言わないように気をつけてるんですよ。でもね、確かに、あの、編集してて思ったんですけど、ストレートのこと言わないから、結構ね、知性的な色なんですよ。そう。あの、わかる人はわかるけど、わかる人は、はぁ？っていう色、ネタ。そうやって捉えるあんたがいやらしいんでしょみたいなネタを結構。このクソ捉える。俺がエロになるじゃないか、それ。でもそう言えば初期の頃からあったような気がするけど、多分俺その辺カットしてたんですよ、なるべく記憶力。ああ、やだな、もうそんな持ち上げてるだろ。ネタボーイだったね今ね。やだな、もう恥ずかしい。ど変態。やっぱ自分でやっぱ楽しまないとね。そう、僕も絶対動画見てなかったらこの人らちょっと大丈夫なんかな。うわ、大丈夫か。この人なに、俺も入ってんのも嫌だ。あ、入っちゃった。それいいですよね。パチノックスです。これもパチノックス。俺も帰ってすぐ調べましたもん。4000何本やったろ、これ。4000何本だった。え、そうなんですか。これ本物は1万8000ぐらいするんですよ。壊れても安いって買い替えたら、まだ変ネックスより安い、ね。まあ人間が壊れてますから。なんや。そうか、テレビで YouTube 見る人はテレビの人になるのか。あ、テレビで見ます ね、あの PS4 で見ますよ。あ、そうなんですか。コメントできるんですよ、あれ。あそっかライブも見よったりするんですけど、コメントができるの。あれ、コメントはこう上がってきます、横に、はい、コメントは上がってくるんですけど、上がるけど入れられない。入れられない。私もでも何、Amazon スティック使ってるんで上がってくるけど、入れるのは携帯から入れないと入れられない。テレビとかで見る人もいるだろうから画質を良くしようと思ったんですけど、 4K がいいですね。でもこの3人が話すのに 4K いらないでしょ、どう考えたって。で、ね、画質落としたんですよ。そうね、画質は、ね、夜はやらない。容量ばっかり食うて。僕もいつかのビール、ビール、ビール。ワインガブ飲みしようかな。さすがにこの時点からワインちょっとびっくりした今。ガブ飲みしようね、このとこよ。ワインガバーって言うよ、ラッパ飲みしようね。おーおーみたいな。
ワイン。あ、でも日本酒あれだけあるからな。あと、あのさっきいただいたやつがね、あの2本あります。あ、そっか。なんか酒すげえことになってるな。うん、あ、僕日本酒実は飲めんのんで。あ、あ、バーボン持ってきてです。当てはアポロで。アポロン。アポロ。ああ、うまい。めちゃくちゃうまいですよ。合うんだ。めちゃくちゃウイスキーとチョコで合う。合うんですよ。まあ、さっきね、あのコンソメを忘れた失敗したやつがもう一回リベンジで今作るんで、もう一回失敗してもまあしょうがないんですけどね。うるさいよ、いちいち。いちいち口開かんにはいけ、突っ込まんにはいけんのか。その通りです。え、普段されるの？一人ですからしょうがないですよ。全然しません。一人ですからしょうがないです。え、本当に一人？うるさいよ、そこ強調するんじゃないの。本当に一人？誰かいい人だったら紹介してくれ。でもよくよく考えたら俺に合う人がいるのかみたいな。まあそれは人類に。人類じゃない人？人類以外で探した方がいいんじゃないですか。マジで？霊長類だったら？オラウータンぐらいとか。鳥類とか魚類とか。魚類？あや言うで、佐田さんもお前じゃん、お前。わさびの風味が飛んじゃって焼いたしまった。アルパカ買ってこようと思って忘れちゃった。今日買ってきました。アルパカ。飲んでもらおうと思って。いや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 。アルパカ買ってきたんですか。いやいや、買ってこようと思って。どっちコンパクトのボート。あ、またコーダーのこと言い始めたの。あ、変なこと言い始めたの。そっか。あ、あ、あ、アラジンじゃ。戦国アラジン。わあ。可愛い。3万ぐらい、3万なんぼよ、これ、ちょっと見せてガスストーブよ、これ、かわいい、すごい。これ、どれぐらい持ちます？ いっぱいに入れて弱で3時間ですね。 あ、3時間。いや、ここのは50構造だから、このこれが、うんうん、他とかのほとんど一重とかだから。朝日金属だったっけ。朝日系金属、活力鍋ってやつね、これ。あ、いいんじゃね。あ、いや、いいですよ。いいんじゃね。おすすめ。これは味ぽんと水1対1、うん、と生姜入れちょうだけ。あと砂糖を大さじ3杯で。ちょっともらっていいですか。どうぞ。食べるよ。食べるまで作っ食べるために作ったんですよ。じゃあ僕も食べて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 。多分あいつらが来たらこれないなすよ。出ました。あ、これあげます。誰があげる。これオークション出ないですか。いや出ない。誰が無理。250円。これだからすげえ気になってる。これ多分それに匹敵するぐらい明るいけど。佐田さん、佐田さん、おでこもうちょっと近づけて。お前それリフレクト聞いて。俺おでこ聞いて。後ろ後ろ。早い言うて。え、ここにやるの。宴会上上がる。そろそろ日が暮れたんで。そうそう、上がります。上上がります。椅子と自分のマイ箸、マイ皿ぐらいがあればいいかなって思います。わかりました。あと足りないものは佐田さんが全部出してくれますんで。お酒と何を言うのか、お前は。いつものこと。これどこに行くんかい。冥界です。冥界、冥界に繋がってます。はい。なんかすごいくすぐるよね、こういう道って。いや、いいっすね。すごい歩いてから途中疲れた、もう帰ろうやって。難しいもんな、これよ。トムちゃんの時ピッとか言って引っ付けようなんかな。やってました。これあれあれですよね、日本海ですよね。あ、めっちゃいいじゃないですかこれ。お、なんかええロケーション。こういうとこにテント張ってみたいな、なんかねえ。うわ、ここで酒飲みて。うわ、ええね。キャンプ場行く前にちょっとツアーとかしたいですね。ああ、まあええかもしれない。どっかちょっとぶらり途中下車の旅って面白いじゃないですか。あんな感じで。そうそう。して運転手は飲まれんちゃって。そうですそうです。まあ俺そしたら運転しますよ。はい。で横でこうベロベロになってくれるから。ベロベロになって。ちょっと気持ち悪いから止めてくれっつって。画面いっぱいにモザイクが。そうそうそう。これがキラキラになっちゃった。キラキラモザイクこれまだできないです。やり方分かんないけど。でもキラキラモザイク革命的でしたよね。うん、こんな見せ方あるんだと思いました。まあ、あの汚いもんが綺麗に見えるし。いや、ちょっとサインツアー行きましょう。サインツアー。あ、行こう。俺はもう運転しますわ。島根を攻めてみたいね。島根攻めたいですね。長田の方もまた
何があるかって言ったら難しいですよね。なんもない。まあ確かに。ミスズのふるさと。ミスズって何ですか。ミスじゃないあれ。小説家かなんか、うん、ああ。詩人。みんな違ってみんないいじゃなかったっけ。なんかそんな詩があったよ。また適当な。いや本当じゃん。マジですか。うん、調べますよ。うん、ええよ。みんな違ってみんないいって、確かそういう詩があったと思うよ。ほら、あるあるあるほら。金子みすずです。そうそう、金子みすず。あるじゃんよ。え、マジですか？みんな違ってみんないいですか？そうそう。失礼な。この文学系に向かって。文学系の。文学部の。すげえ、長戸なだけに。長戸なだけに。はい。そら、山口県って言うたらあれもおるじゃん。汚れちまった悲しみに。何でしたっけ、男塾？いや、そっから離れなさいって一世風靡じゃなくてそっから離れなさいって夜はそこ探検しに行かなきゃいけない。また？いやいや暗すぎるでしょ。暗すぎる。暗いからまた不気味さが増して。ああ。ということで今回はおじキャン中編をお送りしました。次回はいよいよですね、総集編の最終回となります。ぜひ次回もご覧ください。それでは。